さあおはようございます。平山茂と申します。今からですね、名古屋を出発して約50キロぐらい走ってですね、クレール平田というね、道の駅に向かいます。このクレール平田というところは、道の駅なんですけれども、こう大きいね、川の堤防にあるんですね。で、以前の仕事でですね、ちょうどそこを通った時に、なんだここはと。で、道の駅もあって、その川の河川敷の方にはなんかいろんな、公園になってて、すごいの環境的にうわいいところだなと思ってですね、 Google マップに、ね、ピンを立てて保存してね、チェックしてた場所なんですけど、今日たまたまですね、その場所でバーベキューやってるよっていうちょっと情報を得まして、じゃあ行こうみたいなねところで早速向かっておりますが、バーベキュー自体はね、もう11時から始まってるそうなんですが、起きた時間が10時半ということでね、なかなかいろいろ準備をしまして、今現在時刻12時半を回ったところでございますけれども、向かいたいと思います。下道で。参りました。クレール平田でございます。ここですよね。ここですね。はい、ここでございます。このね、こちら長良川、長良川沿いにですね、こうやって道の駅ございます。さあちょっとね、一旦こちらで、さあクレール平田でございますね。ちょっと今日はですね、バーベキューがメインということなので、特に施設の方には行かないんですが、今中見たらですね、レストランとか、お土産コーナーとかですね、もちろんトイレとかそういったものがございました。多分川の方に降りたところにもう一つ駐車場があってですね、そちらの方にバーベキューやってる人たちはいるのかなと思いますので、ちょっとそちらに行ってみようと思います。いいとこですね。素晴らしい。さあ今から向かうこの川のバーベキュー場がある方はですね、この画面右側、南側なんですが、南側からだと右折進入ができないみたいでね、なので一度このクレール平田道の駅に一回入って、で出て右折、今から右折しますけども、右折してあちらの方に入っていく形になります。さあこっから左折でズボッと入りました。あれ、こっちは進入していいのかな、よくわからない。あの辺にいるんでしょうかね、ちょっと全然わかりませんが、行ってみましょう。結構大きいですね。無料ですね。無料の駐車場で、夕方6時までは空いてますよという。さあなんか人はいっぱいいますので、あの辺にいるであろうと思われます。何か持ってきます。大丈夫ですか。大丈夫です。これもしよかったらお子さんに、はい、めっちゃシャボン玉喜びます。ありがとうございます。ちょっとここ歩くのは忍びないな。これ全部お花じゃないですか。全部お花。ちっちゃいな。
なんていうお花なんだこれは。いいですか、歩いて。歩いちゃいますよ。オアシスビーチということなんですけれども、ここは何でしょうかね。こっから先は行かない方がいいやつですね。なんかすごい生き物が好きそうな場所なんですけど、特に現れませんね。いいとこだ。今日はこちらでまた仲間たちとバーベキューを楽しみながら、まあ楽しみながらといっても僕は本当に急遽突然参加させてもらったんですけど、本当にお誘いいただき、お誘いじゃない、勝手に来てすいませんでした。そして受け入れてくれてありがとうございます。いい場所だ本当に。ここは本当にね、いいですよ。まあ車がないとね、来れないっていうのはありますけど。さあ、今日はですね、クレール平田というところをね、ちょっとご紹介、しがてらちょっとお友達とバーベキュー楽しませていただきました。ここは駐車場も本当に無料ですしね、なんかいろんなね、いろんな種類の自転車があって、300円ぐらいで子供から大人まで一緒に遊べるようなね、アクティビティもありますし、バーベキューもできるし、まあ、ちょっと暑い時はああやってね、木陰もありますので、非常にここは家族友人とね過ごすにはいい場所だなって本当思いました。大丈夫ですね、今日も大丈夫、ね、明日も大丈夫ですから、皆さん、大丈夫ですからね、ちょっと眩しいですけど、大丈夫ですから、うん、ちょっともうちょっとゆっくりして帰ります。今日もご視聴ありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でした。ありがとうございました。おやすみなさい。